どうも、今回は本コアの第7位、小さい頃に怖かったランキング第7位を見ていきたいと思います。そして今日一緒に食べるお供はこいつだ。ドーナツね。あといつものコーヒーでございます。では見ていきます。これは僕たちがサークルの合宿先で実際に体験した出来事です。あれ？ああ、しかしなんで俺らが行かなきゃなんねえんだよ。講義の1年の仕事じゃねえの普通。まあそうっすね。そうだよ、今頃あいつら奈緒ちゃんたちと。ああ、いいなあ、肝試し。キャー先輩、私怖い。じゃあ、神田なんか書かなきゃよかったんじゃないですかね。書いてねえ。いや、先輩書いたでしょ。俺じゃねえよ。そうでしたっけ？は？はい、そうでした。じゃあ、さっさと酒買って帰りましょう。ああ。しかし、ほんと田舎だな。なんかさ、ないの？面白いこととか。どう？なんすか、いきなし。いや、あれ。あれ？酒のジャンキーじゃないっすよ。バカ、その脇だよ。何かお探しですか？なんだったら俺らも一緒に探してあげようか。本当に？あ、うん、いいよ。おい、会社電灯。あ、はい。あれ？ないっすよ。急に。どうしたんですか一体。先輩？あの女、やばい。やばいって？お前がダッシュボードを覗いてる時、俺見ちゃったんだよ。何をですか？手が出てる。ほんま、目玉がない。一緒に探してくれるって言ったじゃない。その後、あの女に関して様々な噂を耳にしました。真相は未だに分かっていません。ただはっきりしているのは、僕たちは二度と深夜にドライブをすることはないということです。懐かしいですね。